目指せポケモンマスタージハーディータカシです。ポケモン対戦、特にダブルバトルでは天候を生かした戦術というのが存在します。具体的にはグラードン・リザードンだったり、不思議花コータスであったり、海洋ガの潮吹き戦術だったりと、まあ、環境上位でも猛威を振るう戦術がいくつかあるんだけど、その環境の中でこのレッグーザの特性エアロックっていうのは、天候の影響をすべてなくすっていう特性なんですよ。まあ、だからその交換して天候を取り合ってみたいな読み合いもすべて意味がなくなるし、このレッグーザさえ場に出しておけばもうリザードンの火力も上がらねえし、不思議花の素早さも上がらねえし、潮吹きの火力も上がらねえと、だからもう俺が神や、よう見とけ。はい、マッチングしました。春吉さん対戦お願いします。早速海洋ガとかいうレクーザの格好のカモが湧いてんじゃねえか。であとはウーラオス、トゲテマル、ゴリランダー、ポリゴン2サンダーなんだけど、まあ俺のこのふざけ倒したパーティーでどこまで通用するのか甚だ疑問ではあるんだけど、まあしっかりやっていこうと思っていて、多分相手は初手、まあ、トゲテマルと、まあ、海洋ガとか、まあ、そのあたりから来るのかなみたいなイメージはなんとなくありますと、いうわけなんだけど、カイオグレをどうしばくか。まああと、まあ、レックーザ行けばいいと思うけどな。天候の影響もなくなるし、一旦これレックーザ電樹木から行くの面白いんじゃねえのかなと思うんだけど、ボルトもありやな。あ、ちょっとこれ先発が決まらねえや。レックーザ電樹木とかでなんとなく行ってみる。モロバレル行こっか。モロバレルでレックーザ守りながら行動しよう。で、あとは、トリックルームを巻く感じの戦術はちょっと微妙そうだから、ボルトロスの火力をゴリ押すみたいなのと、サマヨールをサポート役に連れて行ってなんとなくいけるかな。うお、サンダー海洋ガが湧いてんじゃん。これは、いや俺悪くないと思うぜ。悪くないと思う。でこれで雨降らしもクソもないんで、相手、まあ、少なくとも潮吹きはこれは打てないんだけど、しかもプレッシャーサンダーか。でこれで素早さ順が分かって、海洋ガが1位じゃないわ、レッグーザが1位、サンダーが2位、海洋ガが3位で、ラストがモロバレルっていう素早さ順がこれで分かりましたと。でこれ多分ね、冷凍ビームがレッグーザに飛んでくる可能性が非常に高いのではないかなと思っているんだけど、でかつサンダーのダイジェットがもろばれる方向に飛んでくるみたいなイメージだと思うわけですよ。で俺これもうレックーザさ、初手ダイマ行くまで歩くない。これ初手ダイマ行って、で海洋ガにダイジェットをもうぶち転がして、で気合いのたすき持ってっから海洋ガの、なんとかも耐える。でサンダーには眠ってもらいましょう。ダイジェットは馬鉱の実という、飛行技半減機能を持っているので、一発は耐えるでしょう。まあ、お前が最後に見る光景、それはレッグーザに殺される瞬間や。お前を殺すレッグーザの顔がお前の生きてみる最後の景色だと思ったんだけど、相手のサンダーがこれはダイマックスでしょうね。発動も俺のレッグーザの方が上だし、サンダーあのダイマックス順も俺のレッグーザが上だったから、サンダーと種族値は一緒なんだけど、サンダーが純速以下である可能性が高いのかなとは思っていて、サンダーじゃなくてカイオグレは守るから選択してくる。でダイジェットはやはり俺が上を取っているのでしょう、これ守られていくので、しかもなんか一撃だったら突破できなかったっぽいな、これ守られてなくても。まあ、じゃあこれはあんま関係ねえかなと思っていて、でおそらくダイジェットがもろばれる方向に飛んできているのではないかと思っているんだけど、爆音の実が起動することによって飛行技を半減で受けることができるんで、まあ、半減というか飛行技の火力を半分に落とすことができるんで、まあ、実質等倍の火力で飛行技を受けることに成功して、でサンダーにはちょっと眠ってもらおうか。しばらく夢を見てろっていうか、まあ、散々夢を見たろてめえは。この環境で上位にっていうか、まあ、派遣ポケモンとして君臨する仮初めの王座は十分味わったよ。どうよ。でここでダイジェットをかましたいんだけど、ダイジェット半減羽化で受けられるポケモンが裏に出てくるとするならば、トゲテマルあたりかなと思うんだけど、てかレッグーザ放置されるんだったらこれ研磨詰めばよかった気がするんだけど、まあいいや。で、海洋ガ、いやこれさ多分持っていけると思うんだよね。でモロバレルはてか、まあタスキがあるから冷凍ビームが飛んできたとしても全然問題ないから、これサマヨールに交換しよっか。モロバレルはまだ役割持てるから、だから再生力発動させてっていうムーブをしていきたいと思ったんだけど、海洋ガは当然引き込めてきてトゲテマルで、飛行技を4分の1かな、これは4分の1で受けることができると。でねトゲテマルにね何もできないんだよね。
何もできねえ。あ、気合のたすきなのか。どうしよっかな。で、次のターン3打確定眠りというか、これ4分の1だよね。トゲテマルに4分の1とは思えない打点入ったんだけど、これはどういうことかな。いいわ。で、次なんだけど、 S 俺が上を取っている大ドラグーンではね、おそらくトゲテマルを今の打点的に落とせないじゃないですか。で、おそらくトゲテマルがレッグーザに何かしらの、なんか邪魔する系の技を打ってくるはずなんだよ。で、これ3打落としちゃおっか。まあ落とせねえ気がするけどな。で、なんなら手助け大ドラグーンで、手助け大ドラグーンでトゲテマル落とすっていうのどう。手助け大ドラグーンで多分トゲテマル落ちるよな。で、で、うん、いや問題ない問題ない。もうこれ手助けトゲテマル、手助け大ジェットじゃねえ、手助け大ドラグーンでトゲテマル落としましょう。で、素早さ順は当然レッグーザが1位、大ドラグーンで通っていく。これ多分落とせると思う。半減だけど落とせ。いや、でかすぎでかすぎでかすぎ。これはうまい、これは強えぞ。てかこれ、あの海王が潮吹き打ってねえから今のところエアロック一切関係ねえけど、まあ知らねえ。いや、でもまだ眠ってるね。まあお前がその仮初めの王座を味わっている夢見心地の時間も長かったように、お前の睡眠時間も長いわけや。で、次なんだけど、おそらく、いや、これちょっと激鱗は打ちたくないんだよ。激鱗はまだ打ちたくないから、で、海王が多分次のターン守ってくる気がするんだよね。おーい、マッチングしました。フロック3対戦お願いします。これも天候系のパーティーだね。不思議マナが揚力素で、ヒデリカでは素早さが2倍になるところを、アローラ球根じゃなくて原種球根のヒデリで、補強してくるみたいなパーティーかなと思っていて、あとはレジエレキザシアン、ウーラオスは悪の方だと予想されて、でドラパルトが湧いているというパーティーなんだけど、なんか種族値だとすげえ差がありそうなパーティーだな、これ。合計種族値で、これはアローラガラガラはぜひ連れて行きたくて、なぜならボルトロスじゃなくて相手のレジエレキがきついから。で、これね、ザシアンがクッソやばいんだよね。ザシアンがどの道、まあ、むちゃむちゃやばいから、だからこれは、うわ、どうしよっか。サマヨールガラガラとかでいきなり行っていいのかな。サマヨールガラガラから行って、ちょ、あ、じゃあ選出の時間がね。で、レッグーザモロバレルにしましょう。お願いします。お相手はウーラオスとドラパルトから湧いてくる。これはなんかやばそうで、サマヨールと君のことをガラッガラにしてあげるでおなじみの、ガラガラ、神秘の雫ってなんだっけ、水技の火力が上がるみたいなやつ。これアローラガラガラめちゃめちゃ意識されちゃってるね。で、アローラガラガラはこれもうどの道引かないといけなくなっちゃったな。で、そうなりますと、引いて誰を出すか、トリックルームを巻いて全員眠ってもらうために、一旦これはトリックルームを巻きながら、ガラガラがもうめちゃめちゃに、もうメタメタに狙われる可能性が高いから、一旦これは後ろに引いてモーローバレルを出していく。で、これ、ドラパルトがこの隙にリュウマイとか積んできていても問題ないと思ったんだけど、なんかこれはまあドラパルトでしょうね。弾で、で、まあ、ダイジェットを積むとか、まあ、そのあたりが考えられるんだけど、まあ、仮に抜群で受けてしまうダイジェットが飛んできていたとしても、モロバレルが馬行の実っていう、飛行技半減機の実を持ってるんで、まあ、安定して耐えることはできるんじゃねえかなと思っていて、アクアジェットがぶっ飛んでくる。これ大ホローだったらわからん、これ正直。大ホローがこれあれか、あのモロバレル集中されてんの。いや、怖っ。いや、しかし、いや、しかしこれは問題なくって、でトリックルームを張ること自体には成功していってるんだけど、で、あのね、これ大ウォールとかの可能性があるわけよ。大ウォールとかの可能性がまあ、まことに高くって、だから要するに、いや、でもね、まあ、アクアジェットだと倒せないもんね。だからこれはサマヨールでサイドチェンジをかまして、ガラガラの行動保証をしながら、まあ一応大フォローでドラパルトを殴ってワンパンで落としてみたいなムーブがいいと思うんだけど、だそれを読んで、ドラパルトに大ウォールかまされて、で、アクアジェット兄さんに
なんかしばかれてみたいなことが発生すると、まあゲーム終了、命の玉ドラバルト、まあ、大ドラグーン、大ジェット、大フォローあたりは持ってると思うんだけど、補助技ゼロってことはちょっと考えづらいんだよな。いや、やっぱそうだよな、そうだと思うんだよね。なんだけど、ただ一旦の猶予はある。多分これサイドチェンジ1点読みはしづらいはずだから、だから大フォロー守られちゃうけど、アクアジェットなり水流連打なりからは一応身は守れている。 OK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 、 いいよ、まあ、一応この保険をかけておいてよかったね。です、聞きすぎじゃないか、まあ、あれか、神秘の雫とかいうよくわかんないアイテム持ってっから水技の火力がこんなに上がっちゃってんのね。で、サマヨールにこんなに入るってことは多分ガラガラワンパンで持ってかれる気がするんだよな。ただアクアジェットでは持ってかれないから一応大フォローでいいんだけど、ノーマルポケモン裏にいなかったよね。いないね、いないね。じゃあ大フォローをドラパにかませば一応、通りはするはずなんだよな。で、ただこれガラガラがワンパンで持ってかれる可能性も大いに考えられはするんだが、これはナイトヘッドで少しでもウーラオスを削っておきますか。で、これは、まあ、多分ね、手助けをする必要はないと思うんだよね。ナイトヘッドでがっこり削る、これは相手サイドチェンジどっちになるかなっていう卓に迫られてっから。オッケーオッケーオッケー、ドラパ落としていく。だから相手なんならこれね、水流連打打つ方向サマヨル方向にしちゃってんじゃないのと思うんだけど、どうよ。ちなみにサイドチェンジの2回以降はもう運ゲというか、そのコイントスになっちゃうから、ちゃんと狙ってんじゃん。だからその2回目以降やる意味はないかなと思ってんだけど、しかも耐えていってるね、ちゃんと。まあガラガラ物理防御は高えからな。でこうなるとアクアジェット俺ギリギリ耐える気がするんだよね、ガラッガラ。そして後続で湧いてくるは、あ、キューコンがいるってことはまさか、これはこれは裏に不思議花がいるのではないでしょうか。で、いや次ここだな。バーン、いやこれさ、アクアジェット絶対耐えるぜ。これ今天候晴れにされた影響で、これアクアジェット絶対耐えるようになったんだよ、絶対耐えるようになってて。でこれ大フォローで、これウーラオス落としていいと思うんだよね。ウーラオス落として、で多分タスキを持っているこの、キューコン、原種キューコンを、まあ、少しでも削るみたいなので、俺いいと思うんだよな。アクアジェットじゃない、アクアジェットこれ耐えるぜ。よし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 、お前晴れにして、お前晴れにした悪影響受けちゃってんじゃん、弊害が出てるぞ。お前天候の使い方がなってねえな。消えてもらいましょうか、ウルシフには。俺ねアローラガラガラ大好きなんだよね、なんでかわかる、ちょっと理由はそんなないんだけど、まず炎ゴーストっていうタイプがかっこいいのと、あと悪の波動はやばい。いやまあ十分仕事したんじゃない、もう十分すぎる仕事をしたと思う。これであと残ってんのがレッグーザだから、だから不思議花でしょどうせ。いや不思議花も何もできないでしょレッグーザに対して。でこれで天候の影響なくなるから、不思議花の揚力差ももう何の意味も持たない。やはり不思議花が湧いてくる。いやこれを待ち望んでたんだよな、これなんだよ。ザシアン相手選出してなかったね。でこれまださトリックルーム残っちゃってんだよね、トリルが残ってるけど、このターンは、つまり、これはね、ちょっと状況整理していい、まず、原種球根がレッグーザより速いはずなんだよ。あれ110族だよね原種球根、100族だっけ、まあ、同族かなんかだから、だから今この瞬間、素早さ順としてはサマヨールが1位、天候の影響がないから不思議花が遅い、でレッグーザと、あいつが同速の可能性があるみたいな感じだから、だからこいつをしばけばいいんじゃない。いやでもタスキの可能性があるのか、だからナイトヘッド、ちょっと今間に合ったか、おい、いや手助けしちゃってるわ、まあ、別にいいんだけど。でいや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 、運ゲーだろそれは。いやそのマジで運ゲーだろそれは。
いや、これはでもまだタスキも残ってるから全然可能性あるぞ。でトリルが元に戻ったけど、戻ったから、いやこれはだからサイドチェンジとか絡めてなんとか、レッグーザを守りながら起きるターンを待つしかないな。ちょっとトリックルームターンが一旦余計に余ってしまったっていうのが、この結果を招いているんだけど、しかし悪の波動、あれレッグーザが狙われているんだ。でレッグーザまだ眠っている。ヘドロ爆弾、サマヨールが落ちない。まだあるぞまだあるぞ。でサマヨールが、これもナイトヘッドで一応削るでいいかな。サイドチェンジをする意味は、いやもうない気がするな、もうない気がするから、手助けをする意味ももはやないから、もうこれ切り気味に動いていいや。でガリオ転生を不思議花に打ちます。不思議花じゃなくたっていいのか、どっちでもいいや。アクハレックザ方向を守られていく。まだ寝ている。で不思議花がためヘドロ爆弾かなんかを弾寄る方向だよね。で次のターンが確定置きなんだっけ、まだ分かんないんだっけ。まだ分からない可能性あるな。ただこれ天候の影響ないし、多分あの原種球根が多分レッグーザにそんなに打点ないはずなんだよね。アクハー、これスカーフだな多分。これスカーフや、これスカーフっすね。で起きていって、これタスキじゃなければ貫通で殺せる。死ね、死んどけや、二度と俺に立てつくんじゃねえぞクズが。で、これちなみにあの天候の影響あったら葉緑素で今のターンも、あの不思議花に上から殴られてたから、だから一応これはエアロックが効いた形にはなる。で悪派でこれはひるまなければこれ多分俺の勝ちだと思う。でなんならこれ神速で落とすべき、これひるみのことまで考えると神速2回で落とすべきだよね。神速2回で落ちると思うんだよな。これ神速2回にしましょう。神速2回の方が多分期待値が高いと思う。でこれで落とせんかったらもう知らん。まあこれは多分ね半分は入る。 OK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  でこれ悪波を耐えれば、急所とかじゃなく耐えれば、いや負けか。いやまあこれはまあやりたいことはこれだったっていう感じです。というところで、まあちょっと最後は運要素も絡みながらだけど、まあこれはなんか眠り粉とかいうクソ技を使ってきたお相手が一枚上手だったというところで、まあこんなところにしようかな。レッグーザの育成論は概要欄に載せとくから、よかったら使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。